吉谷の流儀208条ですかね。今回は批判されながら生きていく、まあなんか昔 YouTube で好きなことで生きていくみたいなのあったじゃないですか。まあそれの批判バージョンですね。批判されな、これヒカキンさん撮ってたような気がするな。まあいいや。はい、批判されながら生きていくっていう、まあ僕ですね、この世間からですね、バッシングされる情報商材屋なので、この著者でございます。情報商材完全バイブル。柴田さん風にちょっと、これね、一回柴田さんに燃やしてほしかったんですけどね、燃えねえよみたいな、熱すぎて燃えねえじゃねえかみたいな。まあ昔柴田さんに燃やしても、なんかね、マックス村井さんがね、燃やしてくださいみたいな。そう、ヒカキンさんの本を燃やしてたんですけど、昔。これちょっとネタに使ってほしいなと思ってたんですけどね。結構叩いてた。柴田さんも情報商材そんなあれだと思うんで、結構言ってたんで。あ、これいいネタじゃないですかみたいなね。で、オチ的には、クソ燃えねえみたいなね。熱すぎやんみたいな。まあまあ、まあ情報商材屋なんで、世間からですね、指さされるし、バカにされるし、詐欺師呼ばわりされるし、もう僕ね、それね、受け入れてるんで、まあ、なんともないって言ったら語弊があるかもしれないですけど、受け入れちゃってるんで、僕今年ね、ソフトオンデマンド、年商100億作ったソフトオンデマンド、AV 会社の、高橋がな、マネーの隣に出てたね、高橋がなりさんと、差しで2時間喋りましたからね。なんか一回その、高橋がなりさんの前向き人生相談の1周年記念の、なんか、イベントがあるっつってね。で、ライブしながら、参加もできるみたい。で、それで参加してきたんですよ。だけど質問できなくて。で、なんか有料で申し込めるんですよ、1万円で。で、1万円払って、質問できなかったんで、まあもうちょっと時間終わっちゃったんで、この、会いに来いと。俺に会いに来いみたいな言ってたんで、いや、行ったるみたいな。で、1万円払って、がなりさんに会いに行って、まあいろいろ話聞いたりとかしてたんですけど、なんかね、すごく似てる部分があって、やっぱ高橋がなりさんも、やっぱ仕事柄、やっぱ金、銀行からね、金借りれなかったりとか、まあまあまあいろいろあるわけですよ。その AV じゃないですか。だから、AV 屋みたいな。情報商材屋だろ、AV 屋だろみたいな。で、高橋がなりさんがじゃあそういうふうにその、他人からね、じゃあ正々堂々と AV 屋やってますみたいなね、あんままあどちらかというとね、言えるんじゃないんじゃないですか。じゃあその中でどういうふうに自分がビジネスやってきたのか、どういうふうにやってきたのかっていうね、その思想だったり考え方っていうのをなんか聞いてて、なんかすげえ似てるなって思いましたね。うん、めっちゃ似てるなっていう。まあだから今年振り返ってね、やっぱマネーの虎、僕リアルタイムで見てたんで、あれね、目の前にガナリいるんですよ。やばないですか。テレブラウン管、ブラウン管ですよ、昔は。ブラウン管です。ブラウン管の向こう側にガナリがいたわけですよ。で、今年ね、僕の目の前に2時間いるわけですよ。しかもソフトオンデマンドの中野のビルの本社の一番屋上に、なんかテラスみたいなのあるんですよね。なんか屋上着いたら、こう開けたら座ってんですよ、こうやってガナリが。ガナリさんですね。こうやって。めっちゃ久しぶりに緊張しましたね。めちゃ緊張したね。だって察しっすよ。なんか秘書の人も一人いてるんですけど、もうその秘書の人も、まあ途中でいなくなったりして、本当に察しっす。マジで察し。屋上で。めっちゃ緊張しましたね。あれは。やっぱね、でもなんか、よかったっすね。行ってよかった。うん、まあもう行かないですけどね。もう行かないけど。もう行かないけど行ってよかったですね。まあ今年の良かったなと思うんですね。で、なんだろうな、一番大事なことっていうのは、みんな要はなんかその他人からなんか指さされたくないとか、他人から笑われたくないとか、他人からなんか他人の目を気にするじゃないですか。ほとんどの人が他人の目を気にして生きてると思うんですね。だけど僕は、これね、ガナリさんも言ってたんだけども、逆に AV 屋だったから良かったな、みたいな。いや、僕も逆に、
情報商材屋だったから良かったなっていうところあるんですよ。要は結局もう認められない、なんだろうな、もう世間からあんま認められないベースの中で生きていかないといけないんで、だからここで戦っていくためになんか認めざるを得ないんですよ。わかります？だなんかもう綺麗じゃないから、もうそもそもなんで、だから逆に良かったなって今振り返るとね、ガナリさんの話を聞いてたっていう思いましたね。うん、だからまあ、他のね YouTube の動画とかでもまあまあガナリさんのまあ差しでね合わなかったとしても見れるんで、まあ聞くとガナリ思考がいろいろ聞けますんで、だから AV 屋だったから良かったみたいな話しててね、僕もね良かったっす。だから指さされて、なんかね指を刺されまくったことによってまあ免疫もついただろうし、仕方ないなみたいな、指刺されて仕方ないなっていう、なんかもうそんな感じですね。でじゃあどう、僕の中でどう噛み砕いてるのかっていうと、たとえ指刺されても笑われても、なんだなんかこう人から陰口言われたとしてもですよ、どんなに陰口言われようが他人に指刺されようが、どうなろうが、俺は自由で生きていくっていう、なんだろうな、指さされてもいいよと、俺は自由で生きていくっていうのを決めてますね。俺はこうなんだっていう、だからなんか自分軸ってやつですね。だからそのもう他者から認められないから自分軸を作るしか生きていけないんですよ。こんな感じですかね。もうもはや周りの社会から認められないから自分軸作っていくしか生きていけないみたいな、だから共存共栄ができないから自分の木をね作っていくしかないみたいな、そんな感じですね。だから結構その僕がブレない理由って、だから情報商材屋でよかったなと思いますね。まあ本も出しました。だからもうこの本を出した時点で僕腹くくりましたもん。もうこの本だって本名刺じゃないですか。まあ僕もう多分本リアルの本出すことない、だからだってこれ本屋に並ぶんすよ、もう詐欺本ですみたいな吉谷拓郎みたいなね情報詳細や吉谷拓郎って並ぶわけじゃないですか。もう腹くくりましたね、もう完全に完全なる腹くくりましたね。もうまあこれで生きていくっていうもう指さされて生きていくしかねえなっていうそう、まあ僕がいくら頑張ったとしてもですよ、僕がいくら頑張ったとしても市場に変な人いっぱいいますから、ね、情報商材で騙して、めちゃめちゃ儲かってる、儲けてる人もいっぱい出てくるし、いっぱいいるし、だから僕がいくらやってもね、無理です。だからもうそれも諦めてるし。だけど、それはいるけども、俺はこうだよっていう自分軸ですね。周りは知らんと。でも僕はこれを教えてると。まあこの本にも書いてありますからね。だってこの本にね、そもそも、自分の本をディスってますから、そもそも自分の本にバットをしてますからね。何かっていうと、まあこれ紹介するんですけど、情報商材完全バイブルじゃないですか。ね。これ460ページ。これ本当にもう、まあ買わないと分かんないんであれですけど。ゴミって書いてますかね、ゴミこの本売っといて情報商材ゴミ書いてるからね、情報商材ゴミだ言うてねどんな著者やねんみたいな、良かったですね。だから僕はね、だからね、ガナリさんに本当になんかリスペクトするのはね、なんか同じ境遇なんで、結構なんか感じるものがあるんで結構好きですね、ガナリさん。そんなガナリさんも自分軸みたいなのあるんですよね。ガナリ流みたいな、ガナリの生き方みたいなのあるわけですよ。そうだ、ああいうの好きですよ僕ね。てかそれがないと僕生きていけないですね。やっぱ自分軸やっぱ作っていかないと。だからまあまとめると、指さされて生きていけない人って多分指さされたりとか人に笑われたりとか人を気にする人って多分ね、完全に自分軸がないですね。間違いなくないです。他人軸で生きてます。まあそれはそうですよね。だってそれを気にするわけですから。ね。他人のことを気にしてるわけですから、他人軸ですよね。まあこの自分軸をね、作った方がいいっすよ。
これはね、生きやすいです。で、この自分軸を作る上で大切なことって何かっていうと、結構考え方なんですけど、なんか事実ですね。自分が今動画を撮ろうと思ってボタンを押したら自分が動画を撮ってるし、喋ろうと思ったら自分が喋ってるし、歩こうと思ったら足を出すし、なんやろな、本を買おうと思ったら、本を買おうと思ったら自分が本を買うし、なんか松下幸之助さんの雨が降ったら傘を差す、雨が降ったら傘を差す、雨が降ったら傘を差すっていうね、この自然の原理原則の中にすごいなんか成功のなんかが入ってるんじゃないかみたいなのがあるわけですよ。まあ何かっていうと、雨が、まあちょっと今の話、僕の話にその松下さんの話をちょっとリンクさせるんだったら、雨が降った時に傘を差すか差さないのを決めるのは誰ですかって話なんですよ。自分がね、差さなければ濡れるだろうし、自分が差そうと思えば雨は防げるわけですよ。何が言いたいかっていうと、自分の人生っていうのは本当に自分の意思次第ってことです、結論。そうじゃないですか、雨が降った時に傘ささねえっていう意思があるんだったら濡れます。でも傘さそうと思ったら濡れないですね。それってね、傘をさすかささないかって自分の意思じゃないですかね。なんかその吉田さん、僕は腕にアームを入れて、なんか AI 入ってるんです。でこの AI が雨を感知すると勝手に腕が動いて勝手に傘をさせるんです。で、この、こっから傘が出てくるんです。そんな人間いないでしょ。そんな人間いない。そんな人間いないですよ、未だに。ね。だから結局、自分の人生っていうのは自分の意思なんで。だからそれをね、理解する。っていうか、それ、理解っていうか、それが事実じゃないですか。まあ、100歩譲って、まあ、自分のね、なんかそのチップが入ってて、人工知能がもう一つ入ってて、その人工知能が自分の意思とは別に、こうやれって指導してこう動くんだったら別ですけども。それないじゃないですか。百歩譲ってもね、クソも。ない。今現状として。いや、これ見てる人、チップ入れてるかもしれないですね。まあいいや。僕チップ入ってるんですよ、みたいなね。もうやめときましょう。やめときましょう。まあとりあえず、まあ自分次第ってことです、結論。すべては。すべては自分次第ってことですね。すべての行動、意思決定っていうのは自分でも下せるってことです。例えば法律でね、20歳からタバコを吸える、20歳からお酒を飲める。じゃあこのお酒を飲むか飲まないかも別に、まあその飲み会は別ですよ。忘年会とかお付き合いはちょっと別として、コンビニ行くじゃないですか。コンビニ行った時にお酒売ってますよね。タバコも売ってます。まあ売ってないところもあるけども、それを買うか買わないかって、商品棚にあるんですよ。それ買う買わないって自分の意思じゃないですか。自分が決定してるんですよね。じゃないですか。なんかコンビニに寄った時に、なんか10人ぐらいなんかバーって来て、ちょっとお酒買った方がいいよ、お酒買った方がいいよって言わないですよね。基本的に自分の意思で買うわけじゃないですか。だから、そういうことなんです。そういうこと。だから自分軸を作る上で大事なことっていうのは、すべての物事、すべての決定権は、最終的には自分が持っているよってことです。最終的にはね、影響はされるんですよ。人は影響されるし。ね。だけど、それを最終決出すのは自分の意思次第なんですよ。その誘惑されたね。これ、30分で、100万円稼げるというキャッチコピーの誘惑は影響されるかもしれない。ね。ワンクリックで100万稼げるというキャッチコピーに影響はされるかもしれない。だけど、そこに決済してクレジット番号を入れるか入れないかは自分の意思なんです。そうじゃないですか。この仮想通貨爆上げっていうのに、爆上げなのかなみたいな。でもそこにお金を投じるか投じないかは最終的な決は自分の意思ですよね。それは自分で決められるわけです。影響を受けるけど。
大丈夫ですよね。自分の意思がなくて影響で人動いてるとするならばロボットじゃないですか。だから言われたことはい分かりましたウィーンみたいな。え、そうじゃないですか。自分の意思が全くないですよね。人に言われたこと全部はい分かりました、はい、はい、ロボットじゃないですか。もはやもう人間ですよね。自分には意思があるわけですよ。わかります。あなたにも意思があるわけです。そう、まあそれが大事ですね。だからそれに気づくってことですよ。だから人生は変えられるか変えられないかは変える意思があるかだけなんです。本当に、いやマジ本当それだけですからね。シンプルに究極マジで。最近ちょっと意思流行語大賞ですね僕の中で。 D の意思結構、意思っていいっすね。僕意思がいいっすね。やっぱなんかマインドセットよりなんか意思の方がかっこいいですね。なんかビジョンってなるとちょっと僕ソフトバンクの孫正義さんじゃないんで、ビジョン持ちようぜみたいって言っても何のなんか微妙じゃないですか。お前がビジョンで何語るんだみたいな話なんで、意思の方がいいな。こんだけまあまあやってるしね、動画も。鉄の意志みたいな。やり続ける鉄の意志みたいな、ね、はい。終わりたいと思います。ありがとうございます。